どうも、こんにちは。宮崎大介です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて、今回は家庭菜園で2月にやることリストをご紹介したいと思います。家庭菜園を始めたばかりで2月に何をしたらいいのかわからないなという方、春からの家庭菜園の準備をしっかりとしたいという方、そのような方は最後までぜひご覧ください。まず、一つ目。一つ目は、缶おこしです。 缶起こしっていうのは何なのかというとこう土をひっくり返すような作業ですね普通に野菜を育てているとどうしても肥料分が偏ったりとか病気の菌が偏ったりとか害虫が中に潜んでいたりするんですねそれから物理性といって水はけですとかこの土の柔らかさとかそういった部分にも偏りが出てきます缶起こしはこう土をね ひっくり返すというか、まあ、天地返しとも言いますね。土の深い部分と浅い部分を、まあ、ひっくり返してあげる、まあ、もしくは混ぜてあげると、そういった行為です。で、私もこれをですね、今月中にやる予定です。二つ目は、栽培スケジュールを立てることです。畑とか、例えば市民農園とか、庭とか、限られたスペースで野菜を育てていると、えー、春の間にね、あ 野菜たくさん育てるぞっていうことでいっぱい植えてしまうとその野菜がずっとそこに残ってしまって夏からとか秋から他の野菜が育てられないこういったことが起きますなので例えば、えー、5月とか6月になったらこの野菜を植えようっていうふうに思っているんだったら3月とか4月はちょっとそのスペース植えないようにしておかなきゃいけないとかもしくは 秋にこの野菜育て始めたいから夏野菜を植えてもちょっと早めにやめなきゃいけないよねとかそういった年間のスケジュールを立てる必要がありますでさらにもうちょっと細かい話で言うと連作障害という言葉がありまして野菜によっては一度この場所で育てたら2年とか3年同じ場所では育てない方がいい育ててしまうと ちょっと収穫量が少ないいいとかかか病気にりかかりやすすそういった場合がありますなのでもうちょっとね家庭菜園のベテランの方になるともう5年ぐらいのスパンで、まあ、どこにどの野菜を植えるのかみたいなのをこうきっちりあの考えていかないといけなくて例えばねもう商業的なもうプロの農家の方そういう人は、まあ、ここの畑で今年はこれを育てるで来年は別のものを植えて代わりにこの野菜はこっちの 補助で育てるみたいな、そんな感じのやっぱ何年間にも及ぶ計画を立てたりします。ただ家庭菜園の初心者の人だったら正直そこまであの深く考えなくても大丈夫です。株数が1株とか2株だけだったらその連作障害の影響っていうのもそこまでないですし例えばそこに牛糞堆肥とか、まあ、土壌改良剤とか、まあ、もしくは 畑の土をしっかり混ぜるとかすればそこまで連作障害って困るものではないのですごいあの小さい規模でやってる初心者の人だったらあんまり気にしなくて大丈夫です。ただもう何年も家庭菜園を同じ土地でやり続けていてそういう有機質の肥料とか土壌改良剤とかはあんまり使っていないっていう方だとあのちょっとね考えないといけなくなります。 でこの時に気をつけないといけないのは、例えば葉物野菜って、その畑の場所を占有する期間が結構短いんですよ。あの、葉っぱをね、収穫しちゃえばもうそれで終わりなので。例えばここにあるようなレタスとか水菜とかネギとかスイスチャードとか、まあここにもパセリがあるんですけど、まあこれを畑に植えていたとしても、まあ収穫が終わればすぐに片付けなので次の野菜が植えられます。 でも、例えばミニトマトとか、ナスとか、ピーマン、シシトウとか、オクラとか、こういった野菜をそこに植えると、まあ半年ぐらいはね、収穫が続くので、ずっとその場所を占有するんですよ。この辺はちょっと注意が必要です。三つ目は種まきです。2月っていうと、野菜の種をまく時期には、 ちょっととね早いというかなかなかなな難しい期間です。なので初心者の人にはおすすめではないんですがもうある程度野菜栽培に慣れている方でしたらもう3月が待っていられないという感じでもう2月にはね種まきをすると思いますでそういう時には例えばトンネルを使って保温をしてあげたりとかもしくは種まき用の、えーとね、何て言ったらいいんだろう、まあ、電気カーペットみたいなあったかくさせる機械があるのでそういったものを使って 温度を上げてあげる加温をしてあげて種まきをしますもしくはもうちょっと大掛かりにやっている人だったらビニールハウスを使ってね種まきをするというのもいいと思いますただ初心者の人だったらこの難しい2月に種まきをするっていうのは、えー、あんまりおすすめはできなくてまあ、3月とか4月になってから種まきをするかもしくはもう苗をね4月とか5月に買うまあこの方が 楽ででおすすめですめただ苗ってどうしても売っている品種が限られてしまったりするのでもう自分で、えー、もうこだわったこの品種が育てたいみたいな方がいたらその品種を選んでみてください。でそれからもうたくさん野菜を育てたいっていう方そういう場合にはあの苗をね買うとちょっと割高になってしまうので種を買って自分で苗を作った方がいいと思います。初心者の人にザッ ざっくりとお伝えすると、実がなるタイプの野菜は苗を買った方がいいです。で、葉っぱの野菜、根っこを食べる野菜、それは種を買ってください。すごくざっくり言うとそんな感じです。4番目は、ジャガイモの横行災害です。じゃがいもを2月下旬とか3月ぐらいに植える方が多いと思うんですが、 えー、芽が出ていない状態で、まあ、土に植えてしまってもいいんですがそうすると芽が出るまでに時間がかかるんですねじゃあなんで時間がかかるとダメかっていうとじゃがいもが育って実を太らせる期間が短くなりますでそうするとどうなるのかっていうと芋がちっちっっゃくなってしまうんですねでこれはあの私昨年痛感しまして2020年の春にじゃがいもを育てた時に あのですね、すごいちっちゃい芋しか取れなかったんですよ。もうこれはまさにこの翼光イガとかを、まあ、サボったせいっていうのも一つ大きな要因だと思います。なので皆さん翼光イガやりましょうで。具体的にどうやるかっていうとじゃがいもの種芋を、まあ、カーテン越しの光が当たるような状態に置いてもらって、まあ、芽を出させるんですね。それをぜひやってください。で芽が出たなと思ったら 小さい種芋だったらそのまま植えればいいですし、大きな種芋だったら半分とか4分の1にカットして植えましょう。私も今、横黄災害をやってるところです。5番目は、今育てている野菜の防寒対策とか、支柱を立てるとか、取り除けをするとか、こういったことをやってあげてください。例えば、この冬の時期だったら、まあ、白菜とか大根とかキャベツとか、 えー、メキャベツとか、プチベールとか、レタスとか、まあそういったね、野菜を育てている方がいらっしゃると思います。あ,あと、あれですね、豆関連ですね。空豆とか、エンドウ豆、スナップエンドウとか、こういったものを育てていると思います。寒さがそんなに厳しくない地域でしたら、まあそのまんまでもいいですし、寒さが厳しいところだったら、寒冷舎っていうのをね、ぐるぐる巻きにして、寒さから守ってあげるとか、 あと雪が多い地域だったらあの折れないようにねしっかり支柱であの雪から守ってあげるとかあと最近って結構鳥があの多くてねそういう葉っぱを食べたりとかするのでそこからね守ってあげてください私も今ベランダでそういった野菜をプランターで育てているんですけれども結構ね鳥に狙われてますあと玉ねぎとかニンニク、これはねあの私庭の畑で育てているんですが えー、この辺のね、まあ、防寒対策であったりとか追肥をするにはちょっと2月はまだ早いかなと思うんですがもちろんね暖かい地域に住んでいる人だったら2月下旬ぐらいからねやらないといけなくなります。6番目はゴミの片付けです例えば栽培し終わった後の、えー、野菜のくずとかなんか支柱とかマルチとかトンネルとか防虫ネットとかなんかねそういったものが意外とこう 畑に散らかってるもしくは一応まとめてはあるけどまだ元の場所に戻してないとか捨ててないとかそういう方も中にはねいるんじゃないかなと思います私結構そういうタイプなのでちゃんとねあのこれかから片付けしっかりやろうと思いますす,すごいめんどくさ上がり屋なのであちょっととりあえずこうまとめておいてあとで捨てようみたいな感じでちょっとねほったらかしにしてあったりするのでそういう方は是非このタイミングでもうきれいに全部捨ててしまうとか。 片付けるとかも綺麗に洗って元の場所に置いておくとかこれからね3月以降家庭菜園シーズンが本格化するのでその前に片付けいろいろやっておきましょう私もやるようにします7番目は植物残砂を入れておく木枠などを準備することですこれからま3月4月ま5月ぐらいから本格的に野菜栽培スタートすると思うんですけれども そうするといろんなね、ゴミが出てきますよね。なんか、葉っぱとか、収穫し終わった後の根っことか、まあ、雑草とか、まあ、そういったゴミって多分皆さんなんか木枠を作って入れておくとか、まあ、穴を掘って集めておくとか、そういったね、ことをすると思います。その準備ももう今のうちからやっておきましょう。3月からでもまあいいと言えばいいんですけど、もう3月4月ってなると結構いろんな準備が 入ってきますよね石灰まくとか堆肥をまくとか、まあ、苗作りをするとか、まあ、意外と忙しくなってくるので比較的暇なこの2月のうちにそういうねちょっとめんどくさい作業は先にやっておくといいんじゃないかなと思いますはいというわけで今回は2月に家庭菜園でやるべきことをご紹介し,ま,したまだ家庭菜園が本格的にスタートしていない時期なんですけれども暇のうちにね いろんな準備をしておきましょう。私は今年は家庭菜園を全国4カ所ぐらいでやる予定です。えー、プランターだけではなくてね、こう畑を使う、まあ庭を使う、えー、まあビニールハウスを使うとか、そういった感じで、えー、観光農法もするし、有機農法での栽培もするし、自然農法での栽培もするし、あとはね、まあスマート農業系というか、 だいぶ自動化を進めたような栽培とかこういったことをいろいろやろうと思ってますなので2月中はね結構いろいろやらなきゃいけないことがあって、まあ、最初にも説明した缶起こしですねそれもやりたいなと思っているしあとはまあちょっとね土壌改良ですとかあとは生ゴミを使ったコンポストの準備とかなんかいろいろもうこの2月のうちにねやっておこうかなと思ってますなので皆さんもぜひ2月のうちにね いろんな準備始めてみてくださいでは今回の動画が役に立った面白かったと思ったらぜひいいねよろしくお願いします質問や動画のリクエストは下のコメント欄に書いてくださいこれからも農業や家庭菜園観葉植物など植物に関係する動画をアップしていきますぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは次の動画で会いましょうではまたはい終わりました いやーそうですね今日の最後のおまけはこの野菜の紹介にしようかなこの野菜あの紹介してなかったんですけどもう1ヶ月以上かなずっと栽培してましていろいろあります水菜レタススイスチャードあとこれ小ネギだったかなあのキッチン野菜みたいな感じのやつですねホームセンターで買いました ハーブハーブスって書いてあります。野菜畑欲張りミックス。見て楽しんで、食べて楽しんで、二度楽しんでください。というふうに書いてあります。まあ、いろんなね、野菜が入っていて、もうこれを買ってきて、例えばキッチンとか、えっ、ー、と、リビングの光が当たる場所とか、庭とか、そういったところに置いておくと、 まあ見ているだけでもね、まあ観葉植物代わりになって楽しいし、まあこれ全然収穫して食べれるので、うん。美味しい。こんな風にね、食べれる観葉植物って言ったらいいのかな。まあまあ野菜を植えてるから当たり前なんですけど、まあこういったものがね、あったりします。まあ、これだと本当にお手軽に楽しめるので、 なんか、野菜育てたことない人でも、全然いけます。まあ、私は今、めっちゃこのまま、つまんで食べましたけど。もちろん、皆さんはちゃんとね、あの、もうちょっと大きく収穫して、洗って、なんかサラダにするとか。なんかスープに入れるとか、まあ、ちゃんとね、そうやって、あの、調理してから食べてください。私は今、ちょっとパフォーマンスとして食べただけです。